こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。ですね、手ぬぐいの使い方なんですけども、一般的にですね、ハンカチとして使ってみたりですね、私もいつもこうやって持ってますけども、ハンカチとして使ってみたり、あるいはね、こう頭に巻いたり、あるいはね、首に巻いたりとかしてですね、夏場なんかでしたら、首に巻くとね、汗がこう伝ってきてもそこで吸収されて発生するんで、非常に涼しいということもね言われます。でそういった一般的な使い方以外にですね、よく使うのが、私もそうなんですけども、弁当箱を包むっていう方法ですね。で普通にねビニール袋の中に入れて持っていくのもあれなんですけども、それ以外にですね、お弁当箱をですね、バンダナで包むみたいにこの手ぬぐいで包んで持っていく、そうすることによってですね、若干おかずなんか汁出たりするのもちゃんと防げますしね、そういったことでお弁当をこのバンダナじゃなくてこの手ぬぐいで包むっていうのに使ったりも私はしています。ですからいろんな使い方がねできるんですね。で手ぬぐいで包んでいきますと、お弁当を広げる時にね、机の上にこう手ぬぐい引いてその上にやりますので、机も汚れないっていうこともありますね。で仮に手ぬぐいが汚れたとしてもすぐにね、うち持って帰って洗うことができますので、非常に衛生的ですね。持ってくる時に汚れた、食べてる時に汚れたということであれば、会社でもねちょっと洗面所行ってこう洗ってで乾かすだけで、帰る時には必ず乾いてますのでね、そういったこともできます。ですからいろんな使い方ができる手ぬぐいです。ぜひね、いろんな使い方考えてみてください。よろしくお願いいたします。